帯広市役所からのご案内です。まず実技救命講習の開催についてのお知らせです。帯広消防署では今年度より新たに実技救命講習を開催します。実技救命講習は事前にインターネットで応急手当ウェブ講習を受講し、知識を身につけた人が実技を身につけるための講習です。これまでも応急手当の方法を市民の皆さんに広く伝えるために3時間の普通救命講習を開催してきました。実技救命講習の受講時間は2時間と普通救命講習よりも1時間短くなり、時間に余裕がなく普通救命講習を受講できなかった人も受講しやすくなりました。また終了後は普通救命講習と同じ終了証が交付されます。家族や身の回りの人が急に倒れた時に備えて実技救命講習を受講してみませんか？開催日は7月から毎月19日に開催します。場所は南出張所です。詳しくは帯広消防署救急課電話26-9132へ問い合わせください。続いて安心安全推進課清野さんからのお話です。高齢者ドライビング体験会の参加者を募集します。この体験会は市内にお住まいの65歳以上の高齢ドライバーを対象に行います。普段運転している自家用車で自動車学校のコース内を走行し、指導員からアドバイスを受け、ご自分の運転技術や適性をチェックしていただくものです。実車走行のほか、帯広警察署交通課の方をお招きして、交通安全講話や動体視力検査などを行います。開催日時は5月18日土曜日、午前9時から12時までで、開催場所は帯広自動車学校です。参加対象者は自家用車を持ち込みできる満65歳以上の市民の方です。参加費は無料で、定員は先着35名です。申し込みは5月15日水曜日までに電話で安心安全推進課までご連絡ください。過去に参加していただいた方からアドバイスをこれからの交通安全に役立てていきたいという声もいただいております。ご自分の運転を見つめ直すきっかけ作りとなるような体験会となっておりますので、どうぞお気軽にお越しください。詳しくは広報帯広5月号をご覧いただくか、安心安全推進課電話 65-4131 までお問い合わせください。最後に春のリサイクル広場についてのお知らせです。毎年5月30日はゴミゼロの日です。帯広市ではゴミゼロの日を含む5月6日月曜日から6月7日金曜日までの1ヶ月間を春のゴミ減量資源化促進月間とし、これに合わせてゴミ減量リサイクルの啓発促進を図ることを目的とした春のリサイクル広場を毎年開催しています。今年度はより多くの皆さんにゴミ減量リサイクルについて関心を持っていただけるよう、例年まで会場としていた視聴者から図書館に会場を変更して開催します。春のリサイクル広場ではゴミ減量リサイクルに関するパネルやカラスよけサークルの展示などを行うほか、日頃ゴミについて疑問に感じていることなどの相談も受け付けます。日時は5月21日火曜日から23日木曜日の午前10時から午後5時までで、場所は図書館です。また5月18日土曜日から23日木曜日まで、図書館イベント展示コーナーにてゴミリサイクル関連書籍の展示や貸し出しも行います。こちらも合わせてご利用ください。詳しくは清掃事業課電話37-2311へ問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。